んにちは、きなこです。今日は BC 州政府が4月から6月までの家賃を低中所得者でコロナの影響で仕事をなくした人を対象に家賃分として最大500ドル給付することを発表したので、それについてお話ししようと思います。そして最後に今日から使える簡単な英単語も紹介するので、ぜひ最後まで見てってください。よろしくお願いします。これは BC 州で発表されたので BC 州にお住まいの方のみが対象ですが、もしかしたら他の州も同じことを発表した場合があるので、自分の州のも確認してみてください。これは4月に申し込めば4月から6月まで給付されるようです。5月に申し込めば5月と6月、という感じだそうです。扶養家族のいない家庭には月300ドル、扶養家族がいる場合は月500ドルの、補助金が出るようです。この補助金は返金の必要がないというところがポイントなので、私は対象かなって不安に思っている方は申し込んでみてはどうでしょうか。まず対象規定は、まず、一人住まいの方またはカップルで子供のいない方で、2019年の収入が74,150ドル以下の人、もしくは子供のいる方で2019年の収入が113,040ドル以下の方、新型コロナウイルスの影響で EI もしくは CERB の対象となる方、世帯月収において 25% かそれ以上の雇用収入が、減少しているということが証明できる方、現在の世帯収入の 30% 以上を家賃として支払っている方だそうです。高齢者、保護施設プログラム SAFER や家賃支援プログラム RAP やカナダ収入支援プログラムや障害者支援プログラムにお住まいの方は対象外となるようです。また賃貸の方のみが対象なので、持ち家の方ももちろん、対象外だそうです。申請方法は2ステップオンリーです。申請するときはオンラインでできますが、一時停止や途中で保存することはできないので、必ず必要な書類をすべて揃えてから申請しましょう。オンラインで提出する場合は、資料すべて PDF、TIFF、JPG、JPEG、PNG にする必要があります。必要な書類は住所が証明できるもの、家賃の金額が証明できるもの、大家さんの連絡先、そして同居人が19歳以上の方がいる場合はその方の身分証明書、2019年の収入を証明できるもの、新型コロナウイルスの影響で収入を失った方または減った方はそれを証明できるものも合わせて提出する必要があるようです。申請後確認するため大家さんにメールが送られるそうなので、事前に BC ハウジングからメールが届くことを知らせておく必要があります。審査が完了して審査が通れば自分と大家さんへの最終確認の E メールが届くそうです。そしてこの補助金は直接大家さんに振り込まれるようです。から使える英単語は chill out、 chill out、 これは calm down、 落ち着いてと同じ意味ですが、もっとフレンドリーな言い方です。 chill guys it's gonna be fine という感じで使えます。それでは今日から使っていきましょう。 chill out、 chill out、 chill out、 chill out。 Thank you.